キロバイト橋、地図1 9七十年頃の私船二本、パラオ友好の橋は、パラオ共和国の旧市とコロール島とバベルダオブ島を結ぶ全長四百十三メートルのコンクリート製の橋である。別名コロールバベルダオブ橋、通称キロバイト橋。コロールバベルダオブ橋は1 9 7七年に大韓民国の企業により可供されたが、1九9六年に落橋。 現在の橋は二代目で、急遽とほぼ同じ場所に日本の ODA 資金により建築され、2002年に落成したものである。コロール島とバベルダオブ島の間は幅約250メートル、水深約30メートルの海峡で隔てられており、橋が完成する前は渡し船で行き来していた。パラオの国土開発を推進するためには両島を結ぶ橋が必要不可欠であり、 パラオ政府成立以前の太平洋諸島、新宅島治療政府の時代に計画が進められてきた。9キロバイト橋1977年、韓国の建設会社であるソシオにより、コロール島とバベルダオブ島を結ぶコンクリート製の橋が建設された。設計上は、風速秒速67メートルの暴風や激震に耐えられるとされていた。なお、 建設業者選定入札において、ソシオが鹿島建設の半額の入札価格を提示し、落札した。建設10年後には、橋の正中線が1.2メートル下がるほど、たわみ始めたため、1990年に、ルイバーガー・インターナショナルと国際協力機構が調査を行ったが、橋は安全と評価された。大きなたわみは、 クリープとコンクリートの弾性係数が予想よりも低かったことに起因していると診断を受けた。各国の会社により補修、補強工事が何度も行われた上、1990年にパラオ政府は230万ドルをかけた補強工事を選択した。しかし、1996年9月26日17時35分頃、 高温とともに突如中央部から真二つに折れて、崩落して2名が死亡、4名以上が負傷した。橋は、コロール島から、パラオ国際空港へと向かう、唯一の道路であり、また、バベルダオブ島からコロールへ供給されていた、電気、水道、電話のライフラインが通っていたため、首都機能が麻痺し、国を中村大統領は、国家非常事態宣言を発令した。 暗黒の9月事件とも呼ばれている。その直後から、官民挙げての復旧作業が進められ、9月30日に緊急の送電線を敷設したことで電気が復旧した。続いて10月6日には、橋の両側から消防用ホースを通して、時間制限つきながらも、水道を復旧させた。また、交通手段として、私船が復活した。各国も橋崩落を受け、 支援を開始した。日本国政府も飲料水の緊急輸送や仮設橋の設置などの支援を行った。崩壊をめぐる訴訟は法定外で解決されたため、崩壊の原因は公表されなかった。しかし、初期設計においてロバスト性が不足していたために、橋は常に偶発的な損傷に対して脆弱であり、最終的には再舗装工事の一環として発生したと、 結論付けられている。現在、当時の橋の名残として、ハングルとアルファベットの碑文が刻まれた記念碑の実が残されている。1996年は、パラオ大統領選挙の年であり、再選を目指す中村大統領とそれに対抗する、トリビオン候補とコロール大集長のギボンズ候補の、三つどもいの選挙戦を争っていた。ところが橋崩落に伴う、 非常事態を迎えたことで、トリビオン候補は、こんな時に争っている場合ではありませんとし、立候補を取り下げた。これに伴い大統領選挙は、中村大統領とギボンズ候補との一騎打ちとなり、中村大統領が圧勝して、再選を果たすことになった。2002年1月、日本の政府開発援助によって再建された、エクストラドーズド橋、通称で、 日本パラオ有効協とも言われる。設計上の対応年数は50年である。パラオ政府が財政的な理由から自国の資金による建設を断念したため、1997年に日本の無償援助による橋の再建を決定し、鹿島建設によって再建された。5年後の2002年1月に橋は完成し、1月11日には開通式典が行われた。 この新しい橋のたもとの記念碑には、日本、パラオ友好の橋と刻まれ、友好の象徴として、両国の国旗が描かれている。この橋と両国の国旗は、橋完成後の2012年1月に、パラオ郵便局より発売された建設10周年を祝う記念切手にも描かれた。2002年には、土木学会、田中賞を受賞している。ザコラプス・オブ・ザ・ケー。 ビーブリッジイン 1996amsc.dissertation at theimperial college london.web.archive.org 2020年7月27日、閲覧。リサーチオブザキロバイトブリッジコラプス。ケンブリッジユニーブリサーチプロジェクツ2013年10月閲覧。ホワイリド・パラオブリッジコラプス。www. シブ・イングリッシュ・カム・ AC UK 2020年7月27日閲覧。国の大動脈、日本パラオ友好協が、完成独立行政法人国際協力機構2013年10月閲覧。再建には、当時のパラオの国家予算1980万ドルを、上回る3000万ドルを要した。田中賞作品部門受賞一覧。土木学会、田中賞選考委員会。 2014年12月10日閲覧。コロールバベルダオブバシ法落事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。